ゃあせっかくね開会宣言を佐藤宗幸さんにしていただいたんで、はい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 、ちょっとあの宗さんとの話があるんですけど、僕もあの三又の番組っていうのをねこの宮城でやらせていただいてて、初めてこうゲストで来ていただいたのは佐藤宗幸さんなんですよ、でまあいろいろ宗さんにこう失礼なことも言ったりしながら宗さん全部笑いに変えてくれる、例えばその最近ちょっと宗さんあのビブラートが強すぎるよと、あの広瀬がワンワンワンっていうのがちょっとマネージャーさんも言えないぐらいひどかったんです実は。はい、それをスタッフに代わって僕が宗さん最近ちょっとビブラートひどすぎますと、だから今日僕感動したのはめっちゃ今日抑えてたんですよ、はい、でそこもちょっと今日ジーンときたんですけど、そんな失礼なこと言っても笑いに変えてくれるし、でそんなトークをしてる時に僕ふっと思い出してたのがその僕が高校時代ね、この仙台で過ごした高校時代のを思い出して、っていうのは僕が10代の頃ってこう仙台ってこうなんか知らないけどパンクがすごい流行ってた音楽の、はい、で僕もなんかセックスピストルズとかに憧れて、うん、まあ、あのパンクファッションとかしてたんですけど、うん、仙台にあの一軒だけパンクショップがあったんですよ、ブラックっていうね、でそこでみんなバイト代握りしめてあのパンクファッションをこう買うわけですよ、でその時にこうバカげた噂で、いやこのパンクファッションのこのブラックっていう店なんだけど、ここ実はあのフォークシンガーのあの青葉城恋歌のね佐藤宗幸が経営してるらしいぜっていう噂があって、いやそれはひでえ話だなと、あんないやあんなガチガチのフォークシンガーがねパンクファッションのね店を経営するなんてひでえなーなんて話があったんですよ、それを時を経て僕宗さんにあっと思い出したって、高校時代ねこんな噂あったんですよ宗さんって言ったら宗さんが、あ僕ね4年やってたよって言って本当に経営してたんですよ。俺さすがに俺驚いて、ちょっと待ってください宗さんと、これ笑い事じゃないと、僕バイト代握りしめてね、もう一生懸命買ってて青葉城恋歌のねフォークシンガーがパンクファッションの店はまずいっしょって言ったら、いや三太君聞いてくれと、実はこれには深い理由があってね、もうその当時ね宗さんね、あのやっぱり千八先生とかでもすごかったから、PTA のこういう集まりにもよく呼ばれてたんですって、その時に行って5曲ぐらい歌って帰るっていう仕事だったんですけど、もう1曲目からなんかその PTA の父兄さんがガヤッガヤしちゃって、で宗さんブッチン切れて2曲目で帰ったんですって、でその時に宗さんが思ったのは、この PTA のガキどもからなんとかして金踏んだくってやろうっていう、ほいでパンクショップを経営したっていう、あの人が一番クレイジーだったんですよ。驚いちゃって、はい。はい。はい。どう。いきなり着陸したね。ちゃんとパッと着陸したでしょ。いや、そうじゃない。はい。っていう宗さんの話でした。話でした。はい。結局。なんでこうなっちゃうんだろうっていう。自分が嫌になっちゃう話なんですけど、はいはいはい、結局って何やったんや、座ったまあね、本当に僕今47なんですけど、もう10年ぐらい続いてることなんですけど、やれ松本さんを中心とした忘年会だとか誕生日会だとか呼んでいただくんです、はい、でもメンバーは全部最高40人ぐらい集まるんですけど、松本さんをピラミッドにね、みんな吉本の芸人さんです、そこに僕だけ一人オフィス来たの武志軍団の僕がポンと入るんですけど、これは基本やっぱり松本さんにある意味呼ばれて行ってるんですけど、まあ、そこはなんかお約束でみんながいい感じで飲んでると松本さんが、まあ、合図みたいな感じで、あれっていうか、なんでお前吉本のこの集まりに三又がおんねんみたいな、そうすると俺がバーンって立ち上がって、ふざけんなこれ吉本は、たけし軍団なめんなよって、そうすると吉本芸人がみんなで僕をブワーって突っ込むっていうのがあるんですよ、ただ突っ込むだけじゃないんです、ブワーって何十人に突っ込まれてバーってみんな離れると僕パンイチにさせられてるんですよ、はい、でまたその繰り返しやってると最終的にはこう大輔が僕パンツ一丁ですよ、すっぱだかパンツ一丁のこのパンツのもう布なんて少ないじゃないですか、その布をちぎって
最終的にはスポンポンにゴム1本になってるそしてそのゴム1本をじゃあどうするかっていうとハサミで切って1本の紐みたいにするんです。そうすると僕の玉を結び出すんですよそのゴムでそして吉本の芸人20人20人でそのゴムを使って僕の玉を中心に綱引き大会が始まるんです玉がこっち行ってあーたたたたたあーたたたたたあーたたたっていうのがあるんです。それだけじゃないんです居酒屋ありますよね。そこのなんか上にこう柱みたいなのがあって僕結ばれてるゴムがピューッとある大輔がそのなんか柱に一回こういうふうにかけて必殺仕事みたいにして行くぞってうんってやるんです。ビューンってなるんです。そんな繰り返しなんです。昨日もね昨日も実はちょっと松本さんのねお誕生日会をちょっと昨日みんなでやったんですけど昨日もひどいんです。お店にねこうバースデーねおめでとうみたいなあるじゃないですか。その紐にその紐結構固めだったんですよ。で大輔って俺小声で言ったのこれはまずい玉ちぎれるからだけど大輔は大丈夫です大丈夫ですって言ってまた結ばれてなんか紐してて甲本もなんか端っこ持ってで最終的にその紐になりますよね。そこをなんか知らないけどプロデューサーがブワーッと走ってテープカットするっていうダーッてなるんですよ。そんな繰り返し僕10年やってるんです。どう思います？クエスチョンで終わった初めてよ。投げかけるな、これこの間の話なんですけどこの間、はい、仕事終わりに、うん、今田さんと、うん、徳井と、うん、僕で、うん、ご飯食べに行ったんですよ、うん、で徳井がいやちょっと今日僕後輩と約束してましてその後輩が、うん女の子を呼んでくるんですわみたいになっててほんならみんなで一緒にご飯食べようかってでその女の子も来て、後輩が、初恋太郎ですねっていう、はいはいはい、でみんなで飯食ってたんですよ、うん、でまあ食べながらでまあ得意とかがちょっと自分ら S か M かどっちなみたいなまあそんな話するじゃないですか、うん、ほんならその女の子が両方 M やったんですよ、うんほんで今田さんみたいにちょっとやっぱりもうだいぶ S なんで、はい、ちょっとこう喜んではったんですよあ、こう来たなみたいなでずっとその女の子に、うん、どんなことをしたことあるとかで今彼氏はいんのとか今両方付き合っててで今彼氏にこんなことされるんですとかもうものすごい、それもエロい話なんですよ、はい、ここで言えへんような、はい、なんか、はいでうわエロいなって聞いてたんですよ、うん、ほんで今田さん見たらもうものすごいグーッなってはるんですよ、うん、もう S の血が騒いだというかそうなんやろなあほんでおお言うて、うん、みたいなお酒飲んでやるなあれやるんですよやるな、うん、いやほんでみたいなあ今田さんも入ったはんなと、うん、ほんでその女の子らもエスカレートしていや実は言うてない話があってこう、うわすごいな言うてたら、うん、今田さんのとこからガコンって聞こえたんですよ。ガコン？ガコンって聞こえたんですよ。でガコン言ったなと思って今さ見たらうんほんでうん言うて、うん、あれ今なんかやらはったなと思って、うんうん、でもまあ気にせんと話終わって、うん、でその頃ご飯食べて帰ったんですよ、うん、で今さんなんかあの女の子らの話の途中で、うん、ガコンって聞こえたんですけどって言ったら、うん、もういや違うねギーってなりすぎてな奥歯折れて奥歯折れた奥歯がガコンと折れたんですよエロいなぁ騒ぎすぎやんか血が騒ぎすぎて抑えきられへんか抑えきられへんくて奥歯折れたんですよガコンってでしかもそれを言わないっていう恥ずかしいからもうスッて心配やもんな滑らない話というよりはちょっと僕の思いみたいなのを皆さんに聞いてほしいんですよ、はい、本当これ僕個人的な考えなんですけど、はい、僕は世の中に神はいないって思ってるんですよ。
まあ、いわゆる無神論者っていう、はい、別にあの信じてる人のことを別に否定もしないんですけど、僕個人はいないんじゃないかなって思うんです、うん、いろいろあの、まあ、ニュースとか見てても、まあ、じゃあ神様いたらなんで戦争なくならないんだみたいな思うし、うん、何より、何の罪もない子供たちがね事件に巻き込まれてるなんてのワイドショーで見たりするじゃないですか、うん、僕が神様やったら絶対それだけは止めるなと思って、た神なんていないなって僕は思ってるんですよ、はい、ちょっと話変わるんですけど、大阪に、すごい綺麗な女の人が優しく徹底的にいじめてくれる店があるんですわりかしあの長時間にわたって、はい、こっちがわりかし思い切ったお金さえ出せば240分いじめてくれるとかあるんです長いじゃん、4時間、はい、長いやん、そこたまに僕はまあ、リフレッシュも兼ねて行くんですけど、はい、徹底的にいじめられた後にそこ寝転びって言われて地面に寝転ばされたんです僕、はい、でその時に、顔にね、はい、座られたんですよ、はい女性に、はい、そう顔に座られた時に、はい、その女性のこのお尻の形と、はい、僕のこの顔の形がこうぴったりあって隙間ゼロになったんですよ、はい、もう本当に隙間ゼロでゼロやその時に、うん、あ神様っておるかもしれんなと思います2年ぐらい前になるんですけど、はい、北海道旅行に行こうっていうことになったんですよ夏に、はい、夏の北海道ってすごくいいって聞くから、はい、行こうっていうことになって、まあ、僕とその一人うだつの上がらん放送作家の佐田っていうのもいましてね、でもう一人ぐらい誰か行った方がええなと、男二人も気持ち悪いし、はい、3人ぐらいで行こうかって言うた時にやっぱりもうみんな忙しくてなかなか仕事がね、急にそんな北海道旅行行ける人なんていないから、まあ、そうなってきた時にどうしてもしょうがないのがまああそこにおる彼なんですけども、で彼をね、じゃあ行くかと、まあ、あんまりあれやけど、まあ、じゃあ ありがとうございますって言って、でなんかねちょうど何年か前に北海道に彼女がいて、その子に聞いたら北海道のいい旅館とか、はい、ちょっと僕は調べれますよと、あ、じゃあええやんかっていうことで3人で北海道旅行2年前に行ったんですよ、はい、で本当に気候も良かったし天気も恵まれたし食べ物も美味しいし、うん、温泉も最高で、はい、あ楽しかったなって言って帰ってきて、でそれからまあ1年後ですよ、まあ、まあ正確には10ヶ月後ぐらいやけど、今年の夏もどうしようかってなった時に、はい、もう一回北海道行けへんかって、あんなに楽しかったから今年も行ってもええんちゃうかって言ってたの、ならその佐田があいいですねって言ってたら、三股が意外とねうんっていう感じなんだ、でなんやねん、どうして三股って言ったら、ちょっといいですか、僕はすごく嬉しいんですけど僕から一つお願いをさせてもらえないんですか、僕は去年の北海道旅行本当に楽しかったと、でも僕は松本さんより後輩だし確かに年も下だけれどもそこまで下じゃないじゃないですか、はい、そんな僕がね北海道旅行全部松本さんに出してもらったことが自分で自分が許せないんですと、で今年ぜひ連れてってください、ただ僕は残念ながらまだ売れてないです、お金もそんなにないです、だから自分の飛行機代だけでも出させてくれないですか、それなら僕行きます、おい、ちょっと僕感動したんですよ、うん、なるほどな、うん、あもうお前、まあ、そんなん別にどうでもええわって言ってたんですけど、僕は実は心の中では割とこう、あこいつ男気あるなって思ったんです、でも、まあ、北海道旅行行こうかって最初は全部僕が出すじゃないですか、どっかでこいつが飛行機代をね、だこれよっていうことなんでしょうね、でも僕は全部出して、まあ、楽しい楽しい、でも全然こうなんかそういう気配もなかったんですけどね、で楽しい楽しいって帰り最終日、はい、千歳空港の飛行機の待ち合いのところで、三股の顔つきが急にパッて変わった、松本さん来た、で、あこれ来たなって思った、そしたら三股が言ったのが、2日目に建て替えた喫茶店のお金払ってもらいますえぇ、ー、嘘やろ、はい、未だに飛行機代出してもらって、お、ちょっと入り変えてきたな、はい、実はね、うん、今温泉北海道ね、うん、2年連続行ってるんです、ほいで今年も北海道
8月の下旬行くはずだったんですよ。松本さんに もちろん全部出していただいてね、サダと。はい、なんですけど、これがまあテレビでも松本さん言ったんで言いますけど、まあ、お父様がお亡くなりになられて、ちょうど北海道温泉行くっていう時に、北海道温泉、はい、だったんで、もちろん温泉は全部キャンセルして、やれ松本さんお通夜だなんだありますからね。でも僕は空いてるわけですよ。でじゃあもしよかったら大阪で2日間ぐらいゆっくりしないかって言ってくれて、まあ、全然僕はあ空いてるしもちろんですって言いながら、まあ、大阪の方に僕は向かったわけですね。ほいで松本さんはその日お通夜終わってスイートルームを取ってくれてね、僕と佐田とみんなで泊まれるように。でそこで会って、ほいでまあ僕は普通通りこう明るく振る舞って、でご飯食べに行って、で お酒飲みながら、たまに言うんですよ松本さんが、いや親父死んでたわみたいな。で俺はジーンってうって泣きそう、なんかうっとくるんですけど、まあ、そこは明るく、いやそうっすよねみたいな感じで、まあ明るく振る舞ってたんですよ。はい。でまあ部屋戻ってみんなで同じ部屋ですからスイートで、で一番奥の部屋が松本さんで、隣の部屋が僕とさだと思って、じゃあ明日も早いからそろそろ寝ようかってみんなで各部屋に戻って寝たんですけど、なんかスイートルームっていうテンションもちょっと上がってるのもあって、朝6時7時ぐらいにちょっと目覚めて、でなんていうの、いい感じのリビングみたいなとこあるんですよね、スイートなんで。そこで僕一人でコーヒー飲んでたんですよ。ほいだら朝方6時7時バンって奥の部屋から松本さん出てきて、全然寝られへんわって来たわけですよ。わやっぱいろんなお父さんの思い出がガーッ駆け巡ったんだろうなと思った。ああそうですかって言ったら、見まってお前聞いてくれよお前、俺東京からよお前ちょっと DVD 持ってきてよバーン見たったんや。ほいだらお前よ、全然その隣のお姉さんが始まんねえんだよ。じゃあ最初の10分がよ、天下とかの CM が長いわけよ。それがお前もう全然早送り聞かねえんだよ。ほいでその隣のお姉さん始まった時にはもう俺全然興奮してねえんだよって、そのお父さんを亡くなられた日に東京からわざわざエロ DVD6 本持ってたんですよ。すごくないこれ。新潟に映画のロケかなんかで行ってて、でみんなでタレカツ丼いうのが有名や、はいはい、なんか醤油系のなんか、まあ、豚なんですけど薄いのが3枚5枚と選べたり、いろんなセットいっぱい、ファミレースみたいな感じにも郊外型でなってて、でもややこしいことになる時ありますやん、その注文、はい、8人だか10人ぐらいで行ってると、もう品川おったり矢幕の川島おったり、役者やってる三浦正樹おったりね、プロデューサーやらなんやらで、ピッピッピーいうやつおばちゃん持ってくるんですよ、メニューね、オーダー取りに。それもう書くやつやないから、もう融通機会のか知らんけど、はい、それぐらいもいけるやろう思うんですけど、品川がまず僕タレカツ丼ちょっとご飯少なめって言ったんですよ、はい、ないですよねそんなご飯少なめの項目が、はい、だからまあ言ってほな川島が、あ僕んなその分 の大盛りにしてくださいって言って、いやいやまあまあもうややこしいな、もうややこしい。兄さんどうしますか、俺はちょっとあんまお腹減ってなかったんで、まあ、ミニタレカツ丼のでええわ言うて、エビフライと、まあ、タレカツが2つぐらい乗ってる小さめのやつ、ほんで今度三浦が俺もそうやったらカツカレー大盛りにしたいとか言い出して、もうその分ご飯も足れへんから、ほなもうそれは大盛りな言うて、ほなこっちでプロデューサーが、いや僕ちょっとご飯少なめでいいですけどとか言うて、いやもうよろしいやんかと、もうそれぞれがもう来てからでええんちゃうんですけど、おばちゃんシェフに聞いてきますとか言って、シェフってとか思いながらいやいやいや、よろしいよろしい、いかんねん、まあ、こっちでやります、こっちでやります、だからなんで大盛りじゃ少なめやね、少なめはええです、もうそれは後でこっちでやります。でまあまあ大盛り川島の大盛りと、でこっちのプロデューサーもタレカツ丼5枚のやつね少なめで言って、三浦はもうただの大盛りのカツカレー、これみんなで分けるでもな、それぞれで最終的に来たんですけど、僕のミニタレカツ丼がご飯少なめなんです。そんなやな。こちらミニカツ丼少なめです。何にも言ってない。ちょっと今日メンバーにいないんですけど、はい、宮迫博之君の話なんですけどね、宮迫の、はい、はい、
3、4年前なんですけど、その当時リンカーンっていう番組が、ね、やってましたよ、ね、はい、で松本さんと宮坂もちろん一緒に出てるじゃないですか、うん、で番組終わりその食事に僕が合流するというね、はい、そうするとまあ僕必ず「あ今日もリンカーン終わりですかいいっすね」なんて言うと、まあ、松本さんが気を使っていただいて「いやいやていうかよ三又お前最近カメラ前でなんかちゃんと仕事してんのか?」って聞いてくれたんで、ちょうどその時僕芸歴20何年で初めて司会の仕事をちょっと CS の方でやらせていただいたんですまあちょっと大人なチャンネルなんですけど、その全日本潮吹き選手権っていう番組があって、全日本いいですか、全日本潮吹き選手権っていう番組の司会を僕やらせていただいて、まあ簡単に言うと3人の AV 嬢が、僕がストップウォッチで用意スタートって言って、誰が一番潮を吹くかっていうのを僕が実況しながらねあれするっていう番組がそんな話をしてたら、まあ松本さんもまあ宮迫もなんじゃそりゃすごい番組あるもんやなみたいな感じで、まあまあ松本さん喜んでくれて、で松本さん先に帰ってまあ先に松本さん帰ったんですね。で僕と宮迫だけ2人きりになったら、なんかさっきまで全日本潮吹き選手権でキャッ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 宮迫言ってたのに、いや宮田とさっき兄さんなんか笑ってたからあれだけど、お前な全日本潮吹き選手権お前一応宮田なそういう仕事断る勇気も必要やぞね、やっぱお前だって親兄弟姪っ子一個いるだろうと、もしそういうのを姪っ子一個とか見たらどう思うみたいな感じで、やっぱ断る勇気も今後は必要だと思うぞって言われたから、俺も分かった宮迫ごめんななんか気をつけるわなんて言ったら、なんかしんみりしちゃって、なんか宮迫が気を使ってくれて、男2人で飲んでてもしょうがないから なんか女の子呼ぶわって言ってバーって女の子に連絡してくれて、3、40分して女の子バーって登場したら、なんと全日本潮吹き選手権の優勝者来たんですよこんな奇跡あります？受けそうなったんですけど、はい、要はあの閉店のお知らせの店にこう貼ってありますんですよ、理髪店が長い間ご愛顧いただきましたが、でもう古い感じになってお辞めになるので、そんなんが何枚か最近見かけてて、つけ麺大王ってチェーンでもう中華ですね、で目黒のとこの前通りかかった時やっぱシャッター閉まってて張り紙してあるんですよ、ものすごい丁寧にこの度長らくご愛顧いただきましたが、都合により閉店の運びとなりました。今までご来店いただいた方々には深く感謝をいたしまして、今後の生活により豊かな生活が訪れ、健康で幸せな人生が築けますようにお祈り申し上げております。最後大王なんですいやそこはもうそこはしょったらぐーんと上からのね祈っとるぞそこはもうつけ麺もいる双子玉川っていうあの駅のこう横のビルのイタリアンレストランで、当時あのドラえもんの声やってあった大山のぶさんがペペロンチーノって言ってありました出すみたいに出すみたいに出んのかな今日せっかく三馬さんのホームといいますか、はい、ホームではないんですが、まあ、でいやホームですよ、あホーム、はい、なんでちょっと一回あの滑らない話のテレビでやらせてもらった三馬さんの話をしたいと思うんですけれども、うん、6年ぐらい前ですかね、あの三馬さんがその時ちょうどあの大井龍馬っていう舞台をやられてて、で僕は中岡慎太郎で、まあ、龍馬やったんですよ。でその時に、ご飯食べに行こう大輔言うて、でその練習終わりかなんかで行ったんですよ。でそれがなんか手羽先の美味しいところあるから行こう言うて、で連れてってもらったら、あの世界の山ちゃんっていう居酒屋で、いや知ってるわ思いながらチェーン店チェーン店でほんで手羽先死ぬほど頼むんですよ。でなんか何人前とか、いやもうゆっくり行った方がええんちゃいます、いやもう5人前とか。ほんで手羽先食べるんですけど、あのこう食べ方書いてあるじゃないですか、お箸のところに、はい、でこうパキッてこういう、はい、ねシュッてなったらこうパキッて取って、でこう入れてグーじゃないですか、はい、
え、僕綺麗に食っていけるんですけど、三松さんも全然歯がなんかおかしいのか、グーッと肉半分ぐらいついてるんですよ。それをすぐもう骨壺入れるんですよ。いやまだついてるやん、もったいない、いやもういいだろうみたいな。で そういうのがあって、はい、もうなんか腹立つなとか思いながらいてたんですよ。ほんなら、まあ、新大久保っていうあのところやったんですけど、はい、なんかね、あの何歳ぐらいの40歳ぐらいの外国の、まあ、フィリピンの方だと思うんですけど、もう「ああなた知ってる、あなたテレビ出てる」って三馬さんがその時顔さしたんですよ。ほんで「おお」みたいな。もうそのおばちゃん見たらもう歯もなかったんですよ、あの一本しか。で多分あのおばちゃんも食べた半分残すような人でしょうね。ほんでそのおばちゃんが「あなた好き!」みたいになって、で三松さんに言う、あそうですか」言うたら「一緒に飲もうよ」みたいな。でもう三松さん「ええー、って、あんなわけがわからん、もうええー、って」って言うて「いいだろモテたんだからいいだろ俺独身なんだから」とか。いやいや、いいですよ。ほんでご飯食べ終わって、じゃあ大好きカラオケ行こうってなって、いやカラオケいいんちゃうんです、一緒に行きますみたいな。その女の人を誘って「もうええて」って言うて「訳分からん人やろ」って言う、はあもう「いや俺一緒に嫌や」って言って、でその龍馬の話とかしよう、いいだろ俺がモテてんだからっつって、じゃあ行きましょうかって、ほんで行ったんですよカラオケね。ほんでなんかその女の人はなんか「テレサテン」とかなんか歌ってるんですよ。で好きだなテレサテンとかでテンション上がってるんですよ、はいはいはい、で結構長めにいて僕トイレ行こうって行ったんですよ。でトイレから帰ってきたら、あの 部屋のこんな丸いあの窓あるじゃないですか、はいはいはい、こんな窓、はい、でそこ開けて見よう思ったら、三馬さんその女の人とぶっちゅうキスしてるんですよ。でもキスしてるやん思って、何やってんのよ思って、でわーって入っていって「三松さん」って言って「もう帰りましょう今日」って言ったら「え、もう帰るのか」みたいな「いやもう帰りましょう」って言って、「もうあんたも帰ってください、ありがとうございました」って言って、で一人2000円取ったんでしたっけ、女の人が「じゃあ2000円」みたいな。格好のつかないね、もういいや2000円取らんで、いやこれはもうけじめだからっつって、何で2000円持ってで、うん、女の人帰らはって、三松さん、うん、なんもね、うん、居酒屋でしかももうおばちゃんで、うん、あんな歯ない人ほんまに「よきするわ」言うて、うん、ほんまに なんかどんな病気持ったか分からへんねと、うん、風邪かなんか分からないですけど、うん、そんなのやばいでっつってて、うん、それしたらあかんって言うて、うん、ほら、うん、すまないなっつってで帰るのかな思って、ちょっと大輔あのラーメン付き合ってくれっつって。うん、でラーメン屋さん行ったんですよ、分かりましたっつって、でラーメン来て僕バーッ食べてて、ほら三馬さんもなんかスープしか飲まないんですよ、でスープバーッ全部飲んで、うん、で麺残して大輔行くぞって言って、えいや食べてへんよ麺、いや行くぞっつって、ほんで店の前出たら急にドブンとこでバルバルバル吐いて、うらー吐いて、うわ三馬さん吐いてるやんどうしたって言うたら、こんな長いタンつけながら、これで金死んだだろうって言ったえこれで金死んだ、スープの温度で殺してんねやラーメンスープはぁ、ラーメンスープで消毒をラーメンスープで消毒したんですよ。ちょっとこれは滑らない話というよりは僕の思いみたいな話を、ね、ね、まあまあ思いを言うな、はい、僕あのなんかアイドルのこうと番組やってたりして、あのわりかし国民的人気グループみたいな子の番組の司会みたいなのをや、うん、結構長い間やってたりとかしてですね、あのわりかしこうやり取りの中でまあセクハラじゃないですけども過激なことを聞いてこういやーみたいななるノリが結構あったんですよ、うん、でまああのこれ本当にほとんどのそのアイドルのファンの方ってすごい熱いんですけど、もう本当にほとんどのファンの方はわりかしあの好意的に受け取ってくれて、あのありがとうございます、なんか新しい一面見れましたみたいなのを言っていただく嬉しいこともあって、もっとガンガン言ってくださいねみたいな言っていただける声も届くんですけども、まあやっぱりごく一部本当にあのちょっと怖い熱狂的なというかで、あのわりかし平気でこうなんていうんですかね、殺人予告みたいなの届いたりすることもあるんですよ。であのそれぐらいならいいんですけど、本当にあの結構行き切ってるなっていう人で、直接言いに来る人がいるんです。僕の全く関係ないあの握手会のイベントとかにパッて来て、あのこの間あの
テレビ見ましたけど、うん、もういい加減しろよみたいな言われることあるんですよ、うんうん、でそんな中で一人あの、お前あんなことやって本当あの子たちのことお前狙ってんじゃねえだろうなみたいなこと言ってくる子って、その時にまあ僕もきっちり言うとこうと思って、あのな、お前どんだけ心配してるか知らんけど、俺はあんなしょんべん臭い女興味ないねん、帰れって言ったんですよ。だその時にまあちょっと誤解を解きたいなと思うな。このしょんべん臭いって僕が言うたのは、実際彼女たちがそのしょんべんの匂いするわけじゃなく、この年齢が若い、未成年の子の、まあ、未成熟なところを比喩表現でしょんべん臭いって言っただけで、本当にしょんべんの匂いするなと思うなよというのを言いたいし、実際の時にこうパンツを下ろした時に女性の一瞬だけしょんべんのファッっていう匂いは嫌いじゃないぞっていうことで、怒らせていただいてもよろしいですか。夜中テレビ見てたんですよ。なんかこう外国の映像がバー流れてて、でまあここがそのテレビの中のとこで、ネパールだかタイだかミャンマーか分かんないんですけど、ブワー人と自転車ブワー行き来してるんですよ。ところがこの5メーターぐらいの幅だけ工場かなんかの通路になってて、それをトラックかなんか通るとき道をこう遮断しないといけないんです。これ交通をこう止めて、で警備員が3人ぐらいおるんですよ。おっちゃん2人とおばあちゃん1人で、あビビビビビビってガラ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 ってこう門みたいなこう、まあ、閉めよるんですよ。ビビビビビビ言って閉めて、まあ、人止まってトラックバー行ったらまたビビビガラガラって開けはるんですね、はい、開けはったら、まあ、もう交通が今まで通りブワー行くんですけど、この係の人らの待合室が向こうにあるんですよ。はい、開けた後また来ないし座る開け方逆や。さっき、まあ、あのフィリピンの女性のお話の後に、まあ、来たら喋ろうかなと思ってた話なんですけど、あの宮崎にロケに行きまして、でロケ終わりでそのプロデューサーが宮崎県にこの有名なフィリピンパブがあるのでちょっとパブ行きませんかっていうことで2人でフィリピンパブ行ったんですよ。ほんならもうフィリピンパブのお店の前にほんまにこれぐらいの人数のフィリピン人の方がブワーッと綺麗な格好されて、まあ言ったらお客さんをこう手招きで、ま、招いてるんですけど、ほんまに言うんやなと思ったのが、本当に社長さんって言うんですよ、ベタに。本当にベタに社長さん社長さん、誰を見てもです。男性陣全員、まあ言ったら普通のサラリーマンの感じの方はもちろんですけど、普通のまあ短パン T シャツの方も社長さん社長さんって言ってて、で左からまあ大輔さんの方からずっとみんな社長さん社長さん、うちの店おいでおいでって言ってた3人目の人が俺を見つけた時に、社長次長さん課長さんえ本当に嘘って次長さんはいらないですよ次長には次長さん課長さんってなって3人目ぐらいの子が言った途端5678が、うん、ダメよ次長さん課長さんは社長さんより下だから言っちゃダメよっていうめっちゃ怒られてるんですけど、3番目は違う次長さん課長さんものすごい言ってくれるんですよ。あそっか、こんな楽しい一日なかった。後輩と2人で、はい、まあ、飲んでたんですね、はい、後輩と2人で、まあ、飲んでますと電話が鳴りまして、うん、でパッて見るとね、三股又蔵ってい、やで、まあ、まあ出るべきか出ざるべきか、はい、まあ一旦こう躊躇もしつつね、まあ出たら、おいジュニア何やってんて、あ今ね、後輩と2人で飲んでるんですよ。そうか、じゃあちょっと顔出すわってね言うんですよ。あそうですか言って、で、まあ、場所言ってで、まあ、来はって、まあ、3人で芸人ね、3人でうわー、まあどうでもええバカ話をしながらうわー飲んでたん。ほんならまた電話かかってきて、それは俺の知り合いの、あのほんまの普通の友達の女の子が、何してるんですかみたいな、飲んでる、あ行っていいですかって、一人の女の子が来たん。ほんで普通にこう喋ってたら、さっきまでバカ話はわー楽しく喋ってた三股さんが、うん、一切喋らなくなって、
なんか急にこうやって足組んだりしてなんかね、カッコつけてるよめちゃくちゃタイプやったんですってその女性がめちゃくちゃ彫りの深い感じでグラス傾けてるんですよ。気持ち悪い気持ち悪い思いながら、なんやこれ思いながらも、俺はこっちでその後輩と女の子が普通に喋ってたら、突然ですよ、そんな話も一切してないのに突然三松さんが、おいジュニア 20th century boy ドームは何言ってんのこの人 20th century boy ドーム、三松さん、ちょっと何言うてんすか。いや、あの浦沢のよ 20th century boy どうも。あの漫画の20世紀少年のこと言うてんすかめっちゃかっこよく言いますやん。もう20th century boy、 あ、漫画の20世紀少年ね、はい、いや僕ね、ちょっとしか読んでなくて全然読んでないんですよ最後まで、はい、なんか聞いたところなんか最後の方なんかグダグダってなったらしいですね。あれ皆さん読んだんすかって言ったら、いや一巻でよ、主人公の小学生のケンジ、これがよ T-REX の 20th Century Boy っていう曲聴いてよ衝撃が走ってよ、これを学校に持って行って昼休みの時間に放送室に勝手に潜り込んで、これを学校中フルボリュームでダーンってかけんだよ。こんなかっこいい曲あんだぞ、こんなかっこいい曲お前ら知らねえだろ、バーンってこれを学校中に流すんだよ。でこれで明日から学校はとんでもねえことになるぞ、これで世の中がひっくり返るぞって言って次のページパッてめくったら、何にも変わってねえ昨日と同じ日常がそこに描かれてんだよ。俺このシーン読んだ時に、この後この物語がどんなグダグダになろうとも俺は浦沢に最後までついていくって決めたんだ。はぁ、何言うてんの長尺使ってもうマジかこのおっさん何言うてんのって、もうこっちもこんなってんすよほんなら、あお前ジュニア一番好きな映画なんだったっけって言うんですよ。そんな話もしてない、はいはい、まだ続くのこれ思いながら、こっからもう衝撃なんですけど、暗いお店で好きな映画なんだ、いや別に俺何ですかね、三松さん何なんすかって言ったら、俺が一番好きな映画はやっぱりトゥルーロマンスだなってね、トゥルーロマンスってまあこのかっこいい映画なんですけど、トゥルーロマンスだなって言い終わった瞬間マジですよ、三松さんトゥルーロマンスだなって言って坊主頭をかき上げたんですこのモンスターペアレンツみたいに思われたらすごく嫌なんですけど、はいはい、うちの娘もうすぐ来月で5歳になるんですよ、はいはい、でもそのだいぶ前ですよ、もうだから2年以上前かな、はい、な嫁が娘を歯医者さんに連れてったんだね、はいはい、ほんならもう帰ってきたら、いやちょっと歯医者さんが矯正を勧めてる、うん、矯正か、しかもなんならそのレントゲンを取った方がよりその矯正もよくわかるみたいな、でもまだ2歳なんぼやしなと思って大丈夫なんかって言うてたんで、ほんで結局その行ってレントゲンも取って、でレントゲン見してもうたんやけど、当然そんなねレントゲンなんて座らしてね、みんな外出ないといけないじゃないですか、2歳の子がじっとしてるわけだよね、できたレントゲンはやっぱもうシャッてなって思ってるねほら見たことかと思う。で次お前いつ行くねん、はい、いやいつちょっと俺一緒に行くって言って、はい、先生ってこれねこんなレントゲンこうなること僕はもう分かってたと、はい、で正直子供にねあんまレントゲンも取れさせたくないんですよ、はい、でそもそも矯正ってこんなまだ2歳やそこらで早すぎないですかって言ったのよ、はい、この先生が早すぎることはないです、矯正は絶対に早すぎることはないですって言うてる、そのおっさん頭剥げやがってガーン矯正してんのお前遅すぎるやろ髪の毛薄いで言うたら、はい、あれグリコ森永藩の、はい、犯人を公園まで突き止めたっていう、うん、松なんとかさんっていう方いらっしゃるんですけど、うん、もう音のプロなんですよ、もう
マンホールがペコンって言うたらこのマンホールの音はどこそこの何区のなんやらので2階から録音してる感じやとかが分かる人で、もう絶対この人の耳にかかったらどんな秘密も絶対隠されへん言ってる人もこんなカツラですよ。わあ、出てきますね。ヘッドホン外す時にちょっとずっと仕事して東京駅に帰ってきて、でタクシーに並びますよね、で結構な行列やって、その後もあったんで、まあ、焦ってたけどそんな遅れることはないと思って、で自分の順番来たからまあ乗ったんですよ。で、あ、どこどこまでって行き先言ったけどドアが開いたまま閉まらないんですよ。あ、お願いしますって言ったら運転手さんが、あの後ろの SP さんは大丈夫なんですかって言ってきて、SP さん、えって見たら、あのスーツ着た黒人さんが多分僕の次の順番から並んでるんですよね。いやいや、俺誰に狙われますで、SP 前におらんとあかんやろって言って後ろに行って俺が守ってるみたいなとあかんし、ほんで SP2 人雇うんやったら1人雇って1人運転手雇いますよみたいな、タクシー乗る14人っていういないでしょ、そいないでしょ。お前の家がガス爆発やって言ってね。お前の家がガス爆発やって言ってね、小学校6年の時に授業中に担任が入ってきたんですよ。すぐ行ってこいって言って俺泣きながら泣きながら家行ったんですよ、見に行ったんですよ、何にもなかったのよ、結局何もなかったって戻ってきたら、結局何やったら、おかんがパート先でどうもガスの元栓を閉め忘れたんやないやろかっていうのがものすごい、あのゾワゾワ心配して学校に電話したら、担任が何を間違えたのか、お前の家がガス爆発や。で結局何もなかったんやけど、俺は一体何ができたんやろ。小学校の男の子に背負い座しすぎじゃん。行ったところで、ね、泣きながら行ったところ、今になってあの担任腹立ってる。一緒に行くとか、一緒に行くとか、俺何やったんやろと思って、あの時の涙を俺は返してほしい。早行け、早く、早く帰ろ。何もできんやん。お前の家ガス爆発だ。早く帰れ。あの涙。うわ、泣くわな。一回ね、うち雨漏りがひどくて、雨漏りがうちひどかったの、ほんまに飛びん坊で、でね、なんかね、配線がね、むき出しになってるとこに雨が当たってね、ある時パチ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 、ね、これほっといたらえらいことになる、ひとし電気が入ってきた。泣きながら俺これ何だ、雨の中俺に背負わせすぎや。何ができんねん、何ができんねん。お前が行った方が絶対早いし。冷蔵庫がね、はい、冷蔵庫のフリーザーのとこがね、はい、もうこれも子供の時ですよ、はい、カチカチになって、あれなんていうの、あれ、氷が、霜がえぐくて、で親父がね、のみと、絶対やったらダメですよね、のみと金槌でカーンカーンってその霜を割り出した、プッシャーなんてガスがブワーって言って、人電気入ってきた。ヒゲ男爵っていうコンビいるじゃないですか、はい、で、まあ、今はやってないんですけど、昔、まあ、あのテレビにバーッと出た時にワイングラス持ってなんとかやないかいみたいな、はい、ほんでプライベートであんまりそんなことを言うことないんですけど、僕、うん、初めてその後輩のギャグとかってそんなことは抜きにして、うん、わしやないかいってこう思いっきり言うてもうた出来事がありまして、うん、空港でね、新聞買ったんですよ、トースポ、うん、ほんなら裏一面に独占インタビュー、あの人が AV 女優にみたいな、
で顔を隠して、うん、もの一面ですよ、全部ロングインタビューしてるんですよ。でその芸人さんと知り合ったのはいつですかみたいな。5年前ぐらいかな、 K さんと知り合ったのはって、お笑い芸人 K と何かがあったようだみたいな、もう手震えてまあそねえ分かんないじゃないですか。で当時遊んでた女の子が AV 女優に転身したのかもしれませんし、はい、まあそんなことは分からないですけど、はい、K って まず河本なんで絶対 K なんですけど、うん、同時刻勝又さんも新聞コーデなんですよ。おほんで勝又さんも手震えてたらしくてK で、で僕は勝又さんで会ってくれと思ってずっと見てるんですよ。で勝又さんは河本でありますようにっていうので全然違う場所で2人で見てたんですよ。でその方とはお酒とか飲み交わしたりとか、あとなんかいろいろなことしたんですかみたいな、うんうん、お酒はもちろん飲んだけどその後ちょめちょめみたいな感じもあったかな、うん、どれぐらいあったんですか。月に一度ぐらいのペースですよって結構言うてんすよ、うん、で六本木とかいっぱいいろんなところで遊ばしてもらってすごい楽しかったです。お笑い芸人 K さんガタ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 震えて、勝間さんも同時刻ガタ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 震えて、ロングインタビューですよ、一面ですよ、女の子の脇に全部質問とクエスチョンとアンサー書いてて、じゃあ最後に一言その、お笑い芸人 K さんに言いたいことありますかって言ったら、最後のところにおめえに飲ませるザーメンはねえって書いてわしやないかい、わしやないかい。ケンコバに聞いた話なんですけど、なんやそれ、それはケンコバから聞きたいくらいでもいるもんな。ケンコバに教えてもらった話をしていいですか、はい、不思議な、まあまあ不思議な感じですね、まあ、そうか、あ、コバは喋った方がいいんか、何の話か分かんないですよ、分からない。あのアントニオ猪木さんの話なんですけど、成田空港に着く飛行機でラスベガスから飛んだ飛行機なんですけど、それにアントニオ猪木さんとあのその時のお付きのあの藤田って、はいはいはい、あの金髪のゴリラみたいな野人っていうか野人ですね。でその人とこう、猪木さんが、外側でね、はい、であのその野人藤田が横にいてでこう成田にバーンって着いたんですって。でポンって言うて降りようと思ってももう藤田はずっと寝てるんですって、ふーっ言うて。ほんで猪木さんが藤田藤田着いたぞ藤田起きろ着いたぞって言うてもまだ寝てるんですから、猪木さんが藤田起きろ寝れるぞ藤田起きろ寝れるぞって言うても、まだ藤田カー寝てるんですか。で、猪木さんが藤田起きろ寝てるぞ起きろパッどついたんですよ。で、藤田あ言うて起きたっていうそういう話です。はい、プレミアムライブといって、ね、全国回って今回4回目なんですけど、そうですそうです、この話聞くの我々5回目なんです。尼崎で3回やったからね。違う、これ、ね、いただくしかもコバの話やもん。そうです。いやこれしかも、うん、僕三松さんから聞いた話です。こう言ってこう言って今こう言ってるんですよ、はい、あ、はい、そういうことなんですか。じゃあ三松から聞いた。でもあの本当のラストだから大輔さん忘れてますね。あ、そうですね、さらにラストあるんですよこの話に。そう、え、三松さん忘れてた。でいや本当にこれは本当の話なんですよ。で猪木さんがだから藤田爆睡してるから、はい、藤田おめえ起きろ、おい、おい、もう到着してんだよ。皆さん普通で大丈夫ですか。まあね、隠れてるもんね、はい、おいで、ね、うん、もう飛行機ももうついてる。もう猪木さんが、まあ、言ったように、うん、やったって言ってやるんだけど全然起きないから。え、グー、はい、起きなかった、はい、うん、で、猪木さんまたプッチンキュアって、はい、おい、ウニタお前、おい、おい、恥かかすかい。マジ、いや本当なん、これ見た人から直に聞いてるから、猪木事務所の人が聞いてるから。ほだけど藤田さんをクーッと寝てますから、もうグーパンでも
もう寝てるから、はい、もう色気もうイライラしてお前荷物持ちで来てるわけだからね藤田はね、うん、でブッチン切ってて、め藤田ってガッてやって、あちゃってチョークスリーパー飛行機でですよ、はい、あちゃってやったら藤田一回パッと目覚めたんだけど猪木さん興奮してるからもう一回グッと落としてまた藤田さんが打ち上げとか飲み会が一つの話題でもう全然盛り上がらへんかったっていう途中からその話ばっかりになって全然思んなかったっていうんですけど品川が言い出しよったと思うんですけどなんかある大河だかなんかの誰かのセリフで、うん、淀殿も淀殿ならねね殿もねね殿だっていうセリフがあったらしいってそれをみんながこぞって言うんですけど、うん、言えないんですよね、うん、淀殿も淀殿もねね殿もねね殿いや今ちょっとなんかおかしいみたいなそれがもう3時間です全然思んないもうええもうええやん言えんでもええしそんな嫌いやからなよろしいやん違う話も嫌いやから3時間やんで酔ってくるから余計言われへんやんまあそんなことでだんだん言える時間ではないわな最終的にそのセリフがおかしいってなって夜殿もねえ殿もおよしなされにしたらいいのにね何やそれセリフ変えんなよ短い話、はい、で僕がね小学校の時におばあちゃんの親戚だから関係僕はあんま会ったことないおっちゃんなんで、うん、よく分かんないですけどカツラのおっちゃんってもうカツラつけてるけど周りの人がカツラのおっちゃんって言うてもバレてるけどおっちゃんずっとつけててでもそれが別にバレバレのカツラでもないけどもカツラのおっちゃんっていうおっちゃんがおいてでその方が亡くなった時に僕なんかすごい覚えてるのがお葬式っていうかそのダビに伏す時に連れて行かれたんですよねでまあみんなこう燃やすっていうか燃やす時に行ってほんでなんかしきたりがあってなんか今なんか誰々さんボタン押してくださいみたいなってボタン押してっていうのすごい覚えててでみんなで外に出てこう煙上がってるとかも黙って見てるんですなんか忍んでる感じでで僕も子供心におばあちゃんあ死によったなとか桂のおっちゃん死んだわみたいな話してて明るいからあええんかな思ったけど子供心にあちょっとおばあちゃんやっぱ親戚やったらあれなんかなって後ろで見てたら白い薄い煙ああいう時上がるんですよね一瞬真っ黒い煙がパッて上がるんです今カツラ燃えたなまずは先ほどなんかちょっとね書面臭いみたいな話してあもうだいぶ前ですよね、はい、ちょっと気分害した人おるんじゃないかなので、うん、まずはちょっと謝りたいんですけどああそうですかはい、先輩の教えってやっぱりいろいろやなっていうので一つじゃなくていろんなとこから学べるものが多角的に来るなって思って、はい、そのねさっきも話したようにアイドルファンにお前狙ってんちゃうやろなみたいな言われて俺はあんなしょんべん臭い女相手せえへんねんそのしょんべん臭いっていうのは若いことの比喩であり実際あの子はしょんべんの匂いなんかしないしだからって俺は本当実際の女性のパンツをパッと脱がした時に一瞬ファッとくるしょんべんの匂いは嫌いじゃないぞという話を楽屋でしたことあるんですよでもさっきこの場で話した時に、うん、ジュニアさんは何言うとんねんって言ってで松本さんも何の話やねんって言ってくれたんですよ、はいはいこれを最初に楽屋で話した時に大輔さんは分かるって言ってくれたんですよ間を置いてから来るっていうのがやっぱあるんですけど、はい、僕がちょっと一時よく行ってた病院のかかりつけのお医者さんが、はい、なんかちょっとね分かんないですよどうもっぽいんですよいや分かんないです、まあ、男の男性ちょっとっぽいんですよなんか妙に触ってってくるんですよ。で前も一回なんか採血した帰りに、はい、本当健康に大事にって おケツをふわって、はいまあ、普通じゃないですね、はい、おケツ触るのってどうなんやろうってね、はい、思ってで家帰って嫁にそんなこと言ったら、はい、なんかあの人こんな感じが俺はするし、うん、あれほんま個室やし襲ってこられたらほんまどうしようかなみたいなことを僕が言ったら嫁が戦いなさいよそのために鍛えてるんでしょこれうんって自分の部屋行ってなんやここは物片したりなんやそのために鍛えてないわ